エイドワルト・シュトラースブルガー、エイドワルト・アードルフ、シュトラースブルガーは、ポーランドドイツの大学教授で、19世紀の最も有名な植物学者、細胞学者、解剖学者の一人である。ポーランドのワルシャワで、エドバルト・ボグミル・ストラスブルゲルの息子として生まれた。1870年に、アレクサンドラ・ユリアベルト・ハイメルと結婚し、アンナ・ユリウシュの二次を設けた。 シュトラスブルガーはパリ、ボン、イエーナで自然科学を学び、1866年に PhD を授与された。1868年からワルシャワ大学で教授職に就く。1869年にはイエーナ大学の植物学教授に指名された。また1881年以降はボン大学の植物学研究所の所長も務めた。 ボンニテボツ。シュトラースブルガーは1894年に初版が刊行されたレイブクデアベタニックフィアホーク集欄の作者である。彼はラッシュ植物とヒシ植物における肺脳に初めて正確な説明を与えた人物であるとともにヒシ植物の重複受精を初めて立証した人物でもある。彼は植物細胞学における現代の法則の一つを提示した。 新しい細胞核は他の核の分裂によってのみ生じるというものである。細胞質と核質という用語を暗出したのもシュトラースブルガーである。バルタン・フレミングやエドゥアール・バン・ベネーデンと共に細胞分裂中の染色体配置について説明し、有意と分裂の過程を明らかにした。樹液の上昇運動に関する彼の著作はその過程が物理的なものであって、 生理的なものではないということを証明した。彼の老いの一人は、ポーランドの副蔵賞、エドアルト・ベルナーである。もう一人の老いは、第二次世界大戦中のポーランド亡命政権の閣僚だったヘンリク・レオン・シュトラースブルガーである。また、老いの孫にあたるピーター・ジカは、アメリカ合衆国の植物学者である。ストラスブは、植物の学名で命名者を示す場合に、 エードゥアルト・シュトラースブルガーを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズにはエードゥアルト・シュトラースブルガーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。